週末のワルキューレは、梅村深夜原作、福井匠構成、アジチカ作画による日本の漫画、コアミックスの月刊誌、月刊コミックゼノンにて、2018年1月号より連載中、2021年にアニメ化された。神々による人類滅亡の決議に待ったをかけた戦乙女が、人類史上最強の英傑たちを選出して、 戦いを挑む様を描いたバトル作品。連載開始直後から話題となり、2018年5月に発売された単行本第1巻は発売直後から品薄となったため、大量重版となった。また、同年9月に単行本第2巻が発売された際には、作者のアジチカが第1話をすべてツイッターで公開したことから、読者を大きく増やした。 2021年9月時点で累計発行部数は900万部を突破している。ゼノン2019年12月号からは第1回戦で登場した旅婦方戦を主人公としたスピンオフ作品週末のワルキューレイブン旅婦方戦秘償伝の連載が開始された。また、同号には二木ソクラの漫画三年 B 組18。 先生との読み切り、コラボレーション漫画も掲載された。人類の誕生から700万年。進歩の兆しがない人類を見限った神々は、千年に一度開かれる人類存亡会議にて、人類に終末を与える決議を行った。そこに、戦乙女の調子、ブリュンヒルでは、決議に待ったをかけ、超特別条項に基づく、 神 VS 人類最終闘争で人類の行く末を決めることを提案する。当初はその申し出を相手にしなかった神々だったが、ブリュンヒルでの挑発にプライドを傷つけられたことで、ラグナロクの開催を決定した。各して展開が誇る最強神たちと、秘術、人技連成で人技溶かした戦、乙女たちを伴う最強の人類、神殺しの13人による、 十三番勝負の幕が上がる。声の項は突起がない限りアニメ版の声優。縁の項は舞台版の俳優を示す。北欧の阪身で天界の危機に備え地上の人類を新兵候補として天に召す。魂の運び手を担う十三人の姉妹。人間の戦士たちと心を通わすことで、自らの体をその戦士に最も適した人儀に変化させる能力人儀連星を持つ。 ラグナロクにおいては、所有者と運命を共にする一連卓章の関係になることで、神々に寄港する力を神殺しの13人たちに与えるが、代償としてダメージの有無にかかわらず所有者が死亡すると共に消滅する。神々の投資神殺しの13人ブルンヒルデが、自ら選出した人類最強の13人の出場者。 1> 第1期は2021年6月17日より、ネットフリックスにて配信開始。ナレーションは、石井康次及び沢城美雪。第2期は、第1期のテレビ放送決定と同時に発表された。2021年10月より、東京 MX 他にて放送開始。すべての放送会で、出演声優によるオーディオコメンタリーが聞ける。 副音声放送が実施される。週末のワルキューレ、ザ・ステージ・オブ・ラグ・ナロクのタイトルで、2021年11月27日から12月5日にかけて、国民、共済コープホール、スペースゼロにて、開催予定。週末のワルキューレイブン、旅譜放線非正殿に関するカテゴリありがとうございます。